いや僕もですね、沖縄に来て15年ですけどね、やっぱりですね、努力をね重ねてですね、もう、なすすべをないぐらい尽くしてなんでしたかね、なんかさっきいいこと言ってましたよね。何？何も言ってないよ。天命を待つ？カホは、カホは寝て待て。カホは寝て待てじゃない。カホは寝って待て。カホは寝って待て。カホは歌って待て。あ、また、あ、カホは奏でて待て。三振だけどね。うまい、またうまい造語できましたけど、まさにその言葉の通り、はい。もう、ありとあらゆる手段を尽くして、その上で、もう結果は、天命を待つみたいな、後からついてくるという、そこにですね、やっぱり、この天の意志といいますか、宇宙の、宇宙が出た、宇宙エネルギーが出たね。本当に最善を尽くした上で、本当に、もうね、最善を尽くした上で、なんくないさーなところに、やっぱり、天は味方するんじゃないかなって。そうよね。ポジティブだよね。でも、ケンジ見てごらん。ここ、もう星が満点に降って、宇宙エネルギー感じるでしょ。ですね。ほら、今、耳を澄ませてごらん。鳥がいっぱい鳴いてるでしょ。虫とか。これが季節によって変わるんですよ。都会にいると、こんな虫の音が、鳥の音が、自然の音が聞こえないの。ね。いいよね。スピリチュアルなパワーポイントですね。そうよね、パワーポイントでね、もうこうやって歌って気持ちいいもんね、とってもね、もう精霊っていうかね、歌ったらこだまするしね、指笛を吹いたら、ほら、やまびこが起きるしね、こだまが起きるし、いいよね、三振、三振、スマイル、ちょっと今日は初め、今年本当に初めてビール3本目とずに、オリオンビール3本目とずに。すごいですね。ウィルさんがビール飲む場所に初めて見たでしょ。そうでしょ。みんな飲むイメージがあるけど実は飲まないんです私、じゃあケンジあれだよね、もう本当に半年前ここで出会ってね、もう半年、あ、そうですね、半年以上になるかな、もうすぐね、でこうやってずーっと参加してるもんね、何があってもね、不思議ですね。でも俺はずっといつもイベントがあるよ、ライブがあるよって言ったら有給取ってきたけど、でも今日初めて分かった。でもそれ以外のことで時間を延長して仕事してるんだよね。朝早く行ってね、出勤してね。それを知りませんでした。いや、またですね、勤務外の方が、なんかこうとても仕事の気が出てくるんですよ。おお、そうなんだ。そういうメリハリをちゃんとしていたわけね。そういう時にナンクルナイサーって使うわけよ。じゃあ、ケンジが歌うナンクルナイサー。マクトゥソーケー。沖縄の言霊。なんとかなるよではなくて、ちゃんと頑張っていれば、努力していれば、本当にあらゆることを、さっき言ったようにね、やり尽くせば、家宝は、策を練って待っていたらなんとかなるっていう意味だからね。じゃあ、ケンジが歌います。うちなぐちバージョンで、ナンクルナイサー、よいしょー。三振、三振、寝てる場合じゃない。きたんと聞いとかないと。聞いといて、ケンジが歌え。ナンクルナイサー、ナンクルナイサー、マクトゥソーケ。ナンクルナイサー、ナンクルナイサー、ナンクルナイサー、マクトゥソーケ、ナンクルナイサー、ナンクルナイサー、ナンクルナイサー、マクトゥソーケ、ナンクルナイサー、ナンクルナイサー、マクトゥソーケ、ナンクルナイサー、ナンクルナイサー、ナンクルナイサー、マクトゥソーケ、ナンクルナイサー、ナンクルナイサー、ナンクルナイサー、マクトゥソーケ、ナンクルナイサー、ナンクルナイサー、ナンクルないさ、なんくるないさ、まくつそうけなんくるないさ、なんくるないさ、なんくるないさ、まくつそうけなんくるないさ。グッチョ飲んでるの俺だけど、ケンジが飲んでるみたいだね。気分いいね。三振。お前、寝てる場合じゃないよ、今。本番中だよ。本番中なのに。お前、三振。お前、寝てる場合じゃ気持ちよかったの。何分7個そもあるさ。寝てる場合じゃないんだよ。うん。ということで、いいよね。はい、この、コオロギが鳴いてるのかな、今。何これ。わかんないけどね。もうすぐ、ホタルがすごい飛びます。川が近くにあるからでしょ、そこ川でしょ、はい、ホタルがすごい飛ぶからね、みんなで楽しいことを考えて、想像して、イメージして、バーベキューしましょう。はい、ビーチパーティーしましょう。はい、ね、楽しいことを考えてね。ということで。最後に、ナンクル泣いちゃ。ああ面白い、ナンクル泣いちゃ。ああ、ナンクル泣いちゃ。これ沖縄以上に引っ掛けるわけね。ああ、いいね、これいいじゃん。泣いちゃ。泣いちゃ。まくそうけ、ナンクル泣いちゃ。ああケンジ、これすごい。ウケた。いいね。グッジョブ。